ちょうど去年で僕はプロの作曲家になって30年だったんです。いろんな仕事をしてきて、先ほども申し上げましたが、根底にはやりたい音楽をずっと持ち続けて、生きてきました。今55歳になりまして、残りの人生少しずつ自分の好きなものをやっていきたいと思います。今このカリタスという曲も実はすごく皆様に聴いていただきたい僕の胸の内、こういうものが実は僕の中では鳴っていたんです。それでは次はですね、2曲演奏させていただきます。本当に今日は多くの先輩、大先輩、先輩、それから後輩、こういうところでオーケストラをね、みんなでかけて、みんな、ね、オーケストラライター来る日も来る日もずっと目が悪くなりながら書いてたんですね。すごくみんな楽しい、そしてすごい興奮するコンサートだと思います。次の曲は2014年に初演いたしまして、それから再演何回かしております、滝の白糸というオペラ、これはもうどんどんブラッシュアップして、今後も再演の予定もありますので、どうぞご覧ください。オペラというよりももしかしたらミュージカルに近いかもしれません。ものすごく綺麗なアリアを数曲書きましたので、今日はその、オーバーチュアですね、その前奏曲を聴いていただきます。そして最後にですね、2007年の大河ドラマ、風林火山のテーマ曲、この曲を2曲続けてお送りいたします。どうもありがとうございました。今日は